パート36、またしたな。さあ今回はメインミッション行きましょう。35番目、ジャングルの遺留品。コードトーカーの研究資料が格納されたコンテナ2個を回収せよ。でそのコンテナっていうのがジャングルに隠されていて、 XOF のヘリがその回収に向かっているというミッションになってます。でね、一回やったんですけど、こっちじゃなくて、こっちの方がいいですね。なんでかっていうと、コンテナがこの辺りにあるから。まあ装備はいつもの通りでいきましょう。エピソード35、ジャングルの遺留品。ボス、コードトーカーの研究資料が奪われた。資料は2つのコンテナに詰められ、館南西のジャングルに隠されている。まもなく現地に敵の回収ヘリが到着する。それより前にコンテナを見つけ出し、ダッシュするんだ。その一帯を警備しているのはゼロリスクセキュリティだが、彼らを雇ったのは XOF だ。コンテナが敵のヘリに回収されたら、資料はサイファーの手に渡ることになる。何としても阻止してくれ。そう、ここら辺にあるんですよ。コンテナを回収するには貨物用のフルトン回収装置が必要だ。フルトンは持ってる。本末から開発と補給を指示してくれ。どうかお気をつけて。まあだから上から行く意味があんまないんですよね。上から行くとこういう風にここ通ってこっちに来ないといけないんで、ただね、リスクが高まるだけっていう感じになってます。で、クワエさんは森の偵察に行ってくれ。そこにいるね。ターゲット周辺の警備が厳しくなるようだ。気をつけてくれ。50m。本当なんかプレデターがいそうな。そうですね。で、敵は重装兵。頭の前になんていうの、シールド的なものがあるんで、CQC でしか、ほぼ倒せないかな。ジャングルは見通しが悪い。不意の遭遇に備え警戒を怠るな。二人固まられるとまずい。森と調和し気配を合わせろ。敵の出す波紋を感じ取るのだ。なんかね、コード投函がすごい宗教じみたことを。これ当たるかな。はいだらーして、待って待って、見えない。とりあえずまず気絶させて回収しよう。で、こいつは尋問する。回収ヘリが警戒網にかかった。現地到達までの予測残り時間を示す。ターゲット回収を急ぎ、XOF が今これ入ってますね。今 XOF と交戦すれば、それはサイファー本体への宣戦布告を意味する。まだその時ではない。で、マップにあっちですね、だいたい 200m 方向、こっちですね、コンテナ、そこに向かっていく。回収する、了解だ。プレデターの新作とかってあんまり出ないですよね、エイリアンに比べて。結構前にプレデターズが出たくらいか。そこにいる。とりあえずはあっち側に渡っていかないといかんね。待って、危ない。これ多分落ちたら死にますね。ピョン吉くんで川を渡って、
そこに二人か。ね、マガジンでおびき寄せる。で、そこをさらにジェフティの手でとっつかまえる。これね、距離感がむずいですね。これ使うんだったら、まあデコイとか普通に普通にやった方が多分いいかもしれない。待て、あるでしょ。了解、回収する。20m。 ああでも近くにさらに一人いるな。そこら辺にいるよね。こいつを閉めて、どこにいる？逃げればいいか。これで離脱すればクリア。これ落ちたら死ぬね。これはここがね危ないんですよ。どうすっぺ。敵がやってくる。重装兵に見つかるとやばいね。あ、まだで。え、そっち側に飛べないの？いけないの？待て、なんでそんな融通が効かないおっさんになった、あんたは。こうか。これで帰る。前方にはいないね。よし。そしたらヘリコプター呼ぶか。遠いな。これでダッシュで逃げれば一生は完了。敵がターゲット損失に気づいた。あんたを探しに来るぞ。急いでホットゾーンから離脱しろ。待って、じゃあヘリは？ヘリはどうする？呼んだんだけど。こちら P コード、よし。連中がこっちに来るより早く来てください。こちら P コード、ランニングゾーンに到着。よし、お家に帰るぞ。たまにね、この瞬間に見つかることありますからね、ヘリが。あれはよろしくない。離脱します。よし、ホットゾーン離脱だ。敵の追撃なし。ミッションクリア。ディベロップメントプロジェクトは完了。すごい、ミッション完了。ボス、あんたは最高だ。あんた何なんだ。そんな風に褒められたこと一回もなかったよ。しかも特別なことを特に何もしてないんですが、まあ S ランクですごかったらしいですね。コード10。
究資料は無事回収。隔離施設の医療班が厳重に保管した。彼ら生態中研究の役にも立ちそうだ。これでもう奴らの目に触れることはないだろう。ボス、コードトーカーが全スタッフを検査した。こちらで把握していない生体中感染者が一人見つかった。クワイエットだ。最新鋭の MRI でようやく映った。ただし言語株が何かはわからん。マザーベースへ戻ってくれ。クワイエットを尋問する。101号室だ。喋る気になったか？どうだ？クワイエットだ。いつまで喋れないふりを。お前に生体中を入れたの。喋らせるな。袋を戻せ。聞きたいのは一言だ。発症はしない。吐け。吐くんだ。お前の肺は焼けただれている。焦げついた肺胞から消毒用エタノールの痕跡が。これは肺に付着していた焼け残り。花びらだ。白い大雨だ。お前はキプロスの病院にスカルフェイスの命令でスネークを殺しに来た。そこで体の内と外に火傷を負った。普通なら死んでいる。だがどうしても俺には生きているように見える。スカルフェイスのおかげだな。パラサイトセラピーができるのは私とその技術を奪ったやつしかいないのだ。なぜここに来た？スカルフェイスの命令か、それともボスへの恨みか。うまいか、塩水だ。やめろ、死ぬぞ。ボスの命はやらん。もういい。もういい。殺す気があるならボスはとうに死んでいる。お前も俺も機会はいくらでもあった。彼女は喋れない。ボスを殺す気もない。時間の無駄だ。一
た理由はどうでもいい。彼女はもうあんたの部下だ。あんた、伝説の英雄に惚れ込んでいるんだ。どうしてわかる？昔の俺がそうだった。スパイだったの？俺もそうだ。お前もか？キリがないぞ。ボス、話してやれ。喋らないなら生体中も感染しない。同等にした。ボス、ミッションリストを更新した。ダイヤモンドドッグズへの新たな依頼だ。詳細は端末で確認してくれ。ボス、マザーベースに保護していた子供たちから脱走者が出た。理由はわからないが、ラフの事故と関係があるのかもしれん。子供たちの行方は情報班が追っている。情報が入り次第、サイドオプスリストに追加していく。彼らを探し出し、保護してくれ。事情はこちらで聞いてみる。で、メインのミッションに38番目、異形の調査報告、これが追加になりましたね。情報提供者インフォーマントが残した写真を手がかりに、機密情報を収めたフィルムケースを回収せよというミッションですね。で、あとはサイドオプスに何か追加になったのかな。サイドオプスに、これ重要なミッションですね。脱走少年の捜索っていうのが2つ追加になりました。これはやっていかないといけないっぽいな。多分イベントが発生するタイプのサイドオプスですね。はい、という感じです。